教会の本拠地であるロンドン、リージェンツ・パークのセシル・シャープのイエ・ボーオン・ウィリアムズ記念図書館は、ロンドン中心部に位置する英国民族、舞踊民謡協会の図書館、文書保管庫。図書館には、数多くの著名な収集家が集めた、ブリテン諸島の民謡や伝統舞踊の奏功、採取記録、編曲の他にもマルチメディア図書館として、書籍、定期刊行物、 映像作品、写真、音楽録音などが収蔵されている。英国民族学辞典エーディクショナリーオブイングリッシュフォークロアには次のように記載されている。次第に専門化していく過程で、ボーン・ウィリアムズ記念図書館はこの国の伝統的歌謡、舞踊、音楽に関する最も重要な収集施設となった。施設の名前は英国民族舞踊民謡協会のかつての会長だった。 作曲家、収集家のレイフ・ボーン・ウィリアムズにちなんで名付けられている。かつて、この図書館は、セシル・シャープの書籍が、元々の蔵書であったためにセシル・シャープ図書館と、呼ばれていた。しかし、年月をかけて、ルーシー・ブロードウッド、ジャネット・ブラント、アンギル・クライスト、ジョージ・バターワース、ハモンド兄弟、ジョージ・ライアーソン・ガーディナーといった、収集家らや結出した。 民族学者が集めた書物、音楽、原稿のコレクションが図書館に加えられていった。また、セイバイン、ベアリング・グールド、レーフ・ボーオン・ウィリアムズ、アルフレッド・ウィリアムズ、ジェームズ・マディソン・カーペンターの書類やノートの写しも収められている。さらにハーシー・グレインジャー、マイク・ヤテース、BBC 民族音楽アーカイブが集めた録音も保管されている。取り扱う範囲は次の通りである。 民謡、チャイルドバラーズ、ブロウズイドバラッツ、工場、職業家、船乗りの歌、遊び歌、ナーサリーライムズ、ストリートクライズ、キャロル、賛美歌、臨床、クリーパートソング、ミュージックホール、祭典舞踊、モリスダンス、剣舞、その他多数。2006年5月、ボーン・ウィリアムズ記念図書館のオンライン版がオープンした。所蔵のや著名な民謡の作品検索に、 対応しており、英語によるこの種のアーカイブとしては最大のものである。掲載目録は民族音楽学者のレスリー・シェパードが依存したコレクションによって拡大してきており、今後も資料の電子化が進められる。イギリスの最も優れた6人の民謡収集家の遺産もテイク6アーカイブとして公開されており、それぞれの作品と5000曲の歌を含む2万2000点以上の 収集品の画像が閲覧可能となっている。さらに、セシル・シャープが1915年から1918年までを過ごしたアパラチアでの日記、及び彼が取りためた300点以上の画像をオンラインで見ることができる。画像に関しては、その大部分が北アメリカとイングランドで彼の音楽採取に協力した協力者の写真である。ありがとうございます。